始めていこうと思います。遺産最適タキソロンの5回目です。ですね、一周空いてるんですけども、前回やり残したところがあるので、そこからやっていきたいと思います。まあ、復習も兼ねながらやる必要はあるかと思うんですけども、何だったかというと、一般グラフの完全マッチングの話をしてまして、それでアットの定理というのを紹介したんですね。それ何だったかというと、G が完全マッチングを持つことの必要十分条件は、その任意の頂点部分集合 U に対して、その U の要素数と、この OG-U ですね。これを比べたら、U の要素数がそれ以上ですよ、ということを満たすということですね。で、OG-U、これ何だったかというと、G-U っていうのは、G から U という頂点集合を取り除いてできるグラフです。で、O っていうのは、その既成分の数ですね。戻りますけども。どういった何を戻ると言ってるのかわかんないですよね。既成分、これですね。既成分っていうのは、頂点数が奇数であるような連結成分のことです。今、この黄色で書いてるのが、既成分ですね。はい。で、その U を取り除いた後のグラフの既成分の数が U の要素数以下である。という条件を満たしていれば完全マッチングを持ちますということでした。で、これ、証明を前回やったということですね。まあ、前回それの証明をだいぶ頑張ったということです。で、流れはどうなっていたかというと、まあ、これを使って最大最小定理を証明したかったということですね。で、最大最小定理が何だったかというと、これですね。ベルジュタットの公式と呼ばれているもので、で、前回これの弱相追性、片側の不等式示したんですけど、何かというと、最大マッチング要素数は、ここに書いてあるものですね。V の要素数マイナス G マイナス U の既成分の総数プラス U の頂点数を2で割ったものの最小値です。ですね。前回証明したのは、この、弱相追性と呼ばれるものですね。この不等号を証明したんですけども、今日はこの等号を証明したいという形になります。これが今日の流れです。ですね。で、これですね。で、その統合を証明していくんですけども、そうかな、ちょっと流れが。もう一回見ると、ですね、このベルジュタットの公式っていうのは、二部グラフの時の、この K 二部 O の公式を、まあ、一般グラフに持ってきたようなイメージなんですね。何かっていうと、この K 二部 O の公式っていうのは、そのホールの結婚定理にあった結婚条件を満たさない度合いというその不足度ですね。不足度と呼んでたんですが、その不足度を使って最大マッチングの要素数を表しましょうという発想でした。で、このベルジュタットの公式も同じ感じなんですね。ここに書いてあるこのタット条件を、のその不足度と言えるものをここに使って、その不足度を使って最大マッチングの要素数を表しましょうという方法になってるわけです。だからですね、今からこのベルジュタットの公式、これ証明するんですけども、証明の仕方は、このホールの結婚定理を使って K に O の公式を証明した時の流れに似てます。で、まあ、その時のことをちょっとまあ思い出せないかもしれませんけど、思い出すとスムーズに、発想が出てくるかもしれないというわけですね。で、まあ、証明していくんですけども、で、その K に O の公式を証明するときはどうだったかっていうと、この不足度の最大値ですね。それを D とかなんか置いて、D 個頂点を付け加えるってことが言いました。で、実際にお前どうするかっていうと、今、このグラフですね。これ今 G とします。で、これに対して頂点数 D の完全グラフを付け加えます。この例の場合は、これ D が2なんですけども、D が2なので、頂点数2の完全グラフを付け加えます。完全グラフっていうのは、KD っていうのは D 個の頂点からなって、その D 個の頂点の間すべてに辺が引かれているようなグラフです。これ K2 ですね。K2 でこれ D が2の場合です。で、この G の各頂点と KD の各頂点を結んでグラフを作ります。こんな感じですね。で、これを G プライムと呼びます。今、ここに書かれているのはこれが G プライムです。全体で G プライム。で、何をするかっていうと、まずこの G プライムが完全マッチングを持つことを確認します。これは今から進捗ですね。
で、完全マッチングを持つことを示すためには、先ほどのタットの定理を使えばいいです。つまり G プライムから任意の頂点部分集合を取り除いて、その時にできる非成分の数を数えるわけです。で、まあ、場合分けがあって、まあ、D が0の場合。D が0の場合っていうのは、この完全グラフを付け加えてない場合ですね。完全グラフ付け加えない場合には、G と G プライムは等しいです。ですか？で、D が0ってことは何かっていうと、この、今の、この上に書いてある、この D の定義式を見ると、どのような、つまり、これ D が0ってことは何かっていうと、D が0ってことは、この任意の頂点部分集合 U に対して、OG-U-U は、0以下ということですね。ですか。ってことは、先ほどこれ見たこのタットの条件、タット条件ですね、これ。これタット条件とこれ、全く同じ形でします。ちょっと戻りますけども。戻る、どこに戻るんだろうか。これですね、これですね。だから、最大マッチ持ちます。この場合は。この場合っていうのは、これですね。G イコール、G プライムイコール G であり、タット条件満たしますから完全マッチを持ちます。つまり G プライムも完全マッチを持ちます。だから D が0の場合は G プライム完全マッチを持つという結論が得られました。いいですか？なので今から考えていくのは D が1以上の場合です。その場合考えましょう。だからそう仮定します。で、そうですね。で、3つの場合に分けて考えます。タットの定義使うので、もう一度タットの定義書いてみました。で、三つの場合に分けて考えて、あ、そうか、今がやるのは、G プライムに対して G プライムが完全マッチングを持つことを証明したいので、取り除く頂点集合、これ U プライムと書くことにしましょう。この全部グラフの頂点集合はこれ V プライムです。ですか？で、三つの場合に分けて考えます。一つ目は、まずこの U プライムが空集合の場合です。空集合の場合ですね。ってことは結局、何も取り除かない場合。取り除かない場合に、どうなるかっていうと、今ですね、だから取り除かないから、OG-G'-U' っていうのは U' 空集合ですから、OG' と等しいです。で、ここで、思い出したい一つ、課題っていうのがあって、これ証明済みですね。前回証明済み。何だったかっていうと、U というのをグラフから持ってきたら、OG-U-U の予想数っていうのは、モッド2で V の予想数と等しいですよ、というわけです。ですか？で、それを、このグラフに対して当てはめてみると、これですね。こうなりますね。今、この下の補題の U の部分を、まあ、左に持ってきて、左に持ってきたものを今、右に書いてます。ですか？このグラフ全体、G' の頂点数は元のグラフの頂点数 V に D を足してますから、プラス D になってます。ですか？だからこれが V プライムの要素数で、プラス U プライムの要素数が下の補題から元2で OG マイナス G プライムマイナス U プライムに等しいということになります。ですか？で今 U プライムは空集合ですから、これは V プラス D と等しいということになります。ですか？だから、OG プライムは V プラス D とモッド2で等しいとなります。一方で D はこれ定義ですね。定義こうなってますね。で定義こうなってまして、この OG-U-U っていうのは、この下の個体から V とモッド2で等しいので、モッド2で V で等しいという式を書きました。これもこの個体から得られます。つまり、この上の式にある V プラス D の D っていうのは、D ですね。V とモッド2に等しいわけです。V プラス D と V プラス V はモッド2に等しくって、V プラス V これ偶数ですから、これ0にモッド2に等しいということがあります。つまり V プラス D これ偶数です。今このグラフあるんですけども、この頂点数これ偶数だということが今わかるんです。ですか？これこの3番目。わかります。ですか？いいですか？で、今、D は1以上なので、必ずこの右側に付け加えた頂点、必ずあります。だから、
この G とこの付け加えた頂点を合わせて、このグラフ G プライムが必ず連結になります。だから、これ今、丸で囲んでるんですけども、これが一つの連結成分になっています。で、この連結成分は、頂点数が偶数だから、これ偶成分になります。つまり、これ、奇成分の数0になります。OG プライムは0になる。つまり、何が言えたかというと、OG プライムイコール U プライムの頂点数に等しいということが言えて、今、イコールだから、必ず、不等号も必ず成り立つということになります。ということで、この U プライムが空集合の場合は欲しかった不等式が言えましたということになります。欲しかった不等式はこれじゃないですかね。欲しかった不等式、まあいいや。欲しかった不等式ちゃんと書くと、O を G プライムマイナス U プライムですね。これですね。が言えるということが言えました。ここまでいいでしょうか。まだ1個の場合しかやってませんけど、いいですか。ですか。では、二つ目の場合なんですが、二つ目の場合は何かっていうと、U プライムが KD の頂点をすべて含むときですね。今、下の図では、U プライムに含まれている頂点を赤で丸つけているというイメージを持ってください。これですね、下の図ですね。で、それは全部この KD の頂点を含んでいるとなります。で、今、じゃあどこに着目するかっていうと、この U プライムで、この KD の頂点以外の部分、この左側にある部分ですね。ここだけを取ってきて、これ YouTube だとしましょう。ですね。この青いところですね。YouTube だとします。YouTube だとします。で、そうすると何が言えるかっていうと、これが下に書いてある式ですね。何かというと、G プライムから U プライムを引いて、そこから、引いたものの、規制分の数と、YouTube の頂点数をまず考えます。考えます。で、そうすると、G プライムから U プライムを引くというのは何かというと、この赤いのを全部こう取り除くわけですね。赤いのを取り除く。っていうのをやるんですけど、それは、G から U チルダを取り除くときにできる規制分の数と同じです。なんでかっていうと、G っていうのは何かというと、これは、この G プライムの方から見ると、これ G プライムマイナス、U プライムに入ってるけど、U チルダに入っていない頂点を引くということになるんですね。これ何がかわかんないですね。これ G がですね。書こうかな。G っていうのは、ここの部分ですね。この部分は、プライムに入っているけども、YouTube に入ってない頂点。だから、これはここの部分ですね。この部分を取り除くことによって G が作られるわけです。で、その G から U プライムを取り除く、YouTube を取り除くと、結局 G プライムから U プライムを取り除いたものができるということになりますね。だから、ここで言いたいのは、こうなので、G プライムマイナス U プライムは G マイナス YouTube。ですね。で、この等式をここで使ってます。ですか？で、等しい。で、そうすると、今これは G から U チルダを引いて、U チルダの要素数を引いてるっていう式になってるので、この MAX の中身の U を U チルダにしたものが上の式に出てきてるわけです。で、下の式はその U を動かして最大値を取ってるわけなので、等式になります。いいですか？この最大値を今、先ほど D と定義しました。これ D の定義ですね。ということで、何が得られたかというと、O を G-U プライムは、この不等式を使って U チルダーの要素数を右に持ってくると、小なりイコール U チルダーの要素数プラス D ができます。ですか？ U チルダーの要素数プラス D。この右にある頂点の数が D でしたから、U チルダの要素数プラス D っていうのは、これは U プライムの要素数になります。つまり、これによって、タット条件がこの場合には満たされるということが分かりました。いいでしょうか。今、2番目の場合をやりました。U プライムが KD の頂点を全て含む場合ですね。実はこの場合が一番難しいんですよ。この3つの場合の中で。いいですか。3番目の場合。
3番目の場合は何かっていうと、それら以外の場合です。だからそれら以外の場合なので、空集合でなくって、なおかつ、この KD の要素をすべて U プライムが含むわけではない場合、だから一部分だけ含んでます。一部分だけ含んでるってことは、必ずその U プライム含まれてない頂点もこの完全グラフに残ってることになります。残っているので、この頂点を起点にして、すべてのこの、左側の頂点は繋がっていることになります。つまり G マイナス U プライム、これ必ず連結になります。ですか。だから G マイナス U プライムの、規制分の数っていうのは多くても1です。この全体が、の頂点数は奇数だったら1、そうじゃなかったら0なので、必ず1以下になります。ですか。一方で U プライムは空集合ではなかったので、必ず U プライムには1つ以上要素があります。だから U プライムの素数1以上です。上の式と、連ねると OG マイナス U、OG プライムマイナス U プライムっていうのは U プライムの素数以下になるという、つまり、タット条件がこの場合も満たされるということがわかります。よろしいでしょうか。で、これが3つの場合全てにおいてタット条件が満たされますから G プライムの完全マッチングを持つということがわかって、これが示したかったことの一番です。ここまでいいですか？ここまでいいですか？はい。それで、じゃ今、完全マッチングを持つというふうに分かったので、この G プライムという完全マッチングを持ってきます。M プライムをします。これ今、青いのが M プライムです。で、M プライムの辺で G の頂点同士を結ぶものを集めて M とします。だから今、この KD の頂点を使ってない辺ですね。だけを集めてきて M とします。M 書くとこんな感じになります。この場合ですね。ですか。そうすると、これは G のマッチングですね。この左側の部分だけのマッチングになってます、M は。M は G におけるマッチングです。ですか。じゃあ、いくつこの M は辺を持っているでしょうというと、今、この場合は2つ辺を M プライムから取り除いたんですね。取り除ける辺の数は多くても、この右にある頂点の数だけです。だから D を多くても取り除きます。つまり、M の要素数は少なくとも M プライムの要素数マイナス D になります。ですか。多くても D を取り除いているので、ですかね。ですか。じゃあ、M プライムの要素数は何だったかということを、考えると、M プライムっていうのは、この G プライムの完全マッチングでした。完全マッチングの要素数っていうのは、この頂点数の半分です。頂点数は何かっていうと、V プラス D です。D こっち聞かれますからね。その半分が、この完全マッチング、M プライムの要素数になります。で、こういう式があります。計算すると、2分の V マイナス D になります。ここまでいいですか？そうすると、何が言えるかっていうと、この G の最大マッチング要素数は、M の要素数以上になります。M はただ一つのマッチングですから、最大マッチング要素数以上になりますね。で、今、M の要素数っていうのは、2分の1かける V マイナス D 以上だと分かりました。これは、ベルジュタット公式の右辺と等しいです。ですか？で、前回、あるいは先ほど言ったように、この、逆の不等号が成り立つっていうのは、これ弱相対性で前回証明しましたので、つまり両向きの不等式が成り立つということが分かって、結局、等式が成り立つという結論が得られるということで、証明が終わります。以上です。よろしいでしょうか。まあ、証明自体はそんなに、まあ、直感的でもないかもしれませんし、難しいかもしれませんけども、重要なのは何かっていうと、まず証明が終えるってことです。で、証明が終えて、まあ、できれば、再構成自分でできるといいんですけども、まあ、私すらできないので、まあ、そこまでは求めないという感じですよね。だから、重要なのはその、証明が理解できて、ここで言ってることが正しいんだってことが自分で理解できるということです。何のために証明しているのかっていうと、皆さんがこれを正しいってことを、終えるということが重要だからです。例えばです。なんかいろんな事実を聞いて、あ、これは正しいんだろうなっていうふうに、思ってるだけだと、それは何も考えてないですね。だけども、この証明を追うことで、その、まあ自分のその考えるということ
をやって、しかも考えた中で、この論理的にこれが正しいんだってことを終えるってことが重要です。あるいは、私が間違っていることを言ったときに、言っているときに、それを間違っていると、皆さんが指摘できるということが重要です。だからそのために証明やっていると思ってください。よろしいでしょうか。これで、前回の余りの部分は、余りというか、残った部分が終わりですので、じゃあ、切りがいいので、ここで休憩しますか。一応、前回のまとめ。ここは前回言ったから。一応前回まとめすると、前回はタットの定理ですね。完全マッチの存在性の話をして、今、ベルシャットの公式、最大マッチの要素数を特徴づけるような公式を言いました。で、今からやるのは何かっていうと、その話を使って、一般グラフの最大マッチングアルゴリズムっていうのを作ってきます。で、重要な概念は2つあって、1つは、花と呼ばれるもの。これ、英語でこれブラッサムですけども。ブラスターも花と訳すのかどうかわかんないんですけども、よく花というので花と訳しています。あと、グラフの縮約というよくある操作です。で、この二つを使って、アルゴリズムを作っていくってことを、じゃあ、休憩の後でやりましょう。じゃあ、2分間休憩します。休憩はこれですね。じゃあ、2分間休憩します。はい、それでは、再開します。再開しますので、スライド入れ替えて、ですね、ちょっと待ってね、今言った通り、アルゴリズムの話していくんですけども、ですね、2部グラフの時も最大マッチングのアルゴリズムがあって、そこでは何をやっていたかというと、増加度を探すということを繰り返していって、で、増加度がその方向で見つからなかったら、その最適性の保証、つまり、2部グラフの時には、ケーニング・エゲルバルの定理を使ったんですけども、そこで言ってるその最小頂点起伏ですね。それは同時に見つかってるってことを保証するということをやったんですけども、同じようなことを一般グラフの最大マッチングのアルゴリズムもやっていきます。だから増加度を見つけようとします。で、増加度が見つからなかったら、それで、先ほどのベルシュタットの公式ですね。の右辺にあるような U というのを見つけるということをするんですけども、問題はですね、増加度を見つけるのが難しいんですよ、割と。で、それをまず話をやっていきます。で、ちょっと、交互度とかこの辺の話は復習で、ちょっと知ってるとして、やらないんですけども。これ例です。今、ここまで、マッチング、青いのが見つかっているとします。で、この左の頂点から、増加度を見つけたいなっていうふうに思う。だから、黒、青、黒、青って順番に辿っていって、最終的に黒で終わるような、道ですね。を見つけたいんですけども、2部グラフの場合には、
この辺にですね、向きをつけたんですよ。矢印って。で、それはですね、二つに分かれてるからできたんですよね。で、今、この一般グラフっていうのは、こう、二つに分かれてませんから、そういううまく向き付けをするってことはできません。ただ、向き付けをせずに、ただ単に黒、青、黒、青っていう順番に倒っていくってことを、まあ、がむしゃらにやります。で、まあ、がむしゃらにやりまして、まあ、黒、青、黒と、まあ、こうやって追ってたとしますね。で、まあ、今、青があるんで、青。で、黒。まあ、例えばこれを追うと。で、青。と、で、また黒がある。あ、進んじゃった。黒があるんだけども、今、これ黒を追うとすると、もうすでに、たどり着いた頂点に行ってしまうわけです。でそうすると、ここで、これ探索終了になっちゃいます。で探索終了になっちゃって、これは実際に、黒、青と来て、これ以上進めないので、これ、増加度見つからなかったことになるわけですね。でも実際、これは今、探索の仕方が悪かったんですね。もしうまく探索したら、こういうふうに、黒、青っていう感じで、これ増加度見つかったかもしれないですよ。で、じゃあ探索が悪かったんだから、またやり直せばいいんじゃないかっていうふうに思うんですけども、そうすると、すごくたくさんの場合を見ていくことが必要になります。で、そういうふうにやると、組み合わせ的にこう爆発したんです。多項式時間で終わるようなアルゴリズムにならないわけです。で、うまくこういうふうな、その、黒青とこういう増加度をですね、うまく見つけてあげたいってことをやらなくちゃいけないんですけども、それがなかなか簡単じゃないわけです。で、それで先ほどの状況ですね、見ると、黒青と言って、もう一個黒を進むと、あ、ここで、なんか、なんでしょうね。三角形ですね。三角形で、三個の辺からなる経路、奇経路ですね。奇数長の経路がこう見つかったってことになるんですね。で、これがまあ悪さをしているわけですね。二部グラフだったら、こういう奇数長の経路ってないんですよ。必ずその、左右っていうふうに、進んでいって、経路ができるときに、その左に戻るので、必ず経路の長さは偶数なんですね、二部グラフだと。だからこの奇数の長さの経路ができるっていうのが、この一般のグラフにおける悪いところなんですね。で、悪いことがあったので、これを無視しようということを今からします。で、無視すると何か。こういうふうに、この今、この見つかった、長さ3の経路を1点に潰します。1点に潰します。これ縮約って言うんですけども。縮約と言うんですけども。これはですね、電気回路の文脈では、これ短絡除去って言うんですけども。楽書けないや。あれ、短絡の楽が書けないんですよ。楽は、こうか。短絡除去と呼ばれたりするんですけども、電気回路の授業やってないので、我々が電気回路の授業やってるわけじゃないので、ここではグラフの言葉で縮約と言います。縮約します。で、縮約をどうやってやってるかっていうと、まあ、この3つの頂点を1つの頂点だと思うということでやりますね。で、他の頂点からこの経路の中にこう入っていくところ、辺とかあるわけです。で、それを表すように、ちゃんとこの黒い辺とか青い辺っていうのを書いてあげる。青い辺1個入ってきてますから、それもちゃんとこう書いてあげる。青い辺と。書いてあげる。ということをします。で、今この縮約したグラフでもう1回、この、なんだろう、飽和されてない頂点、飽和されてない頂点っていうのは青い辺に繋がってない頂点からまた探索をします。それやってみましょうか。探索します。で、そうするとまたなんかこんな感じで、黒、青、黒で、またなんか、この、奇数長の経路見つかったとしますね。そうするとまたこれ、うまくいかなかったんですけども、これまた縮約します。こんな感じです。で、そうすると、この縮約した後のグラフでは、黒、青、黒とか見つかるんですね。で、そうすると、この縮約したグラフにおいて、増加度が見つかりました。ってことになります。今から何かっていうと、実はこの増加度が見つかったら、今こう縮約するとこ潰すっていう操作をしてきたんですけども、この潰す操作の逆操作です。つまり元に戻るってことをすると、この増加度から元の縮約する前のグラフの増加度が見つかるっていう仕組みになってるっていうのが重要なポイントです。実際どうかっていうと、この場合にはこんな感じで、この潰したところをうまく辿って、黒、青というふうに、この右側で見つかった増加度の沿い方と同じ沿い方で、縮約する前のグラフの増加度が見つかります。これ重要なポイントです。で、これはその縮約した、する前のグラフだったんですけども、この縮約する前のグラフっていうのは実は一回縮約した後だったわけです。
これですね。ちょっと待ってね。そうですね。今、こういう、増加度が縮略した後のグラフで見つかってなくても、ここの部分を、この縮略を戻すと、実際こういうような、増加度が、この縮略した後のグラフの増加度を沿うことによって見つけられます。で、これが元のグラフですから、ちょっと待ってくださいね。今、その質問、今、いただいたコメントを後で答えます。で、この見つかった増加度に沿って入れ替えをすると、今、持っているマッチングの要素数、今3だったんだけども、増加させると4になります。で、縮略させたときに黒と青の辺をどのように扱うのかってことは、青を優先するという形にするという答えで、一応、この場ではそういう答えになります。まあ、そもそも、ちゃんとまず縮略というのを定義してないので、縮略ちゃんと定義する必要があるんですけども、縮略した後で、その縮略において、このマッチングの情報をどのように残すのかってことも後で決めてあげます。はい。で、イメージで答えると、青を残すってことになります。はい。で、これをやるということになります。だから、アルゴリズムは実は割と単純で、この増加度の探索をしているときに、その奇数調の経路が見つかったら、それを縮略します。で、縮略したところでもう一度、見つけるってことを、増加度を見つけるってことをします。で、見つかったらそれに従って、その縮略を戻して、増加させてあげると。ということをすると。で、問題はですね、そういうふうにやって増加度が見つからなかったら、本当に最大マッチング得られてるんですかってことを保証してあげることですね。それをやるってことになります。だから、まあ、大体これでアルゴリズムの説明、これ終了なんですけども、こんな感じです。で、もう少しちゃんとやります。で、そのために、グラフの縮略と花っていう概念をちゃんと定義します。縮略っていうのはこういうことですね。これ何かというと、これ上に書いたのは、まあ、こういうふうに、まあよく書くかもしれないなと思って書いてるんですけども、まあ気分としてはこんな感じです。まあこの U という頂点部分集合があったら、縮略するのは頂点部分集合です。頂点部分集合を縮略するというような言い方をします。辺を縮略するっていう言い方もあるんですけども、もうここでは頂点部分集合を縮略するということにします。で、頂点部分集合を頂点、別の頂点 U に縮略するという言い方もあって、ここではこの大きな U っていうのが小さな U に、変わってると思ってください。で、どう変えるかっていうと、まず、まあ、その、頂点集合としては、この大きな U を取り除いて小さな U を挿入します。それがここの形ですね。で、編集はどうするかっていうと、まず、U プライムに、大きな U に関わっている辺は全部取り除きます。それがこの部分です。全部取り除きます。全部取り除きます。で、その代わりに新しく挿入した U と、この、辺をつなぐんですけども、どう辺をつなぐかっていうと、この、ラージ U に入ってない頂点ですね。と、ラージ U の間に辺があったら、そこに辺を引くと。それに合わせて辺を引くということをします。で、気をつけなきゃいけないのは何かっていうと、例えばですね、今このラージ U の左にある頂点があるんです。まあ、これ V としますね。V から頂点集合ラージ U には2つ辺が出ています。2つ辺が出ているからといって、この右の縮略した後のグラフでは2本辺は引きません。1本だけです。ですか。それに注意をしてください。はい。で、縮略によってできたグラフのことを、まあ、G スラッシュ U とか G オーバー U とかと書くことにします。いいでしょうか。で、この、今、縮略っていうのは操作でもありますし、また、その操作によってできたものを縮略と呼ぶってこともありますので、まあ、その言葉の使い方にも注意してください。割とこれ、多分これ、英語特有の表現方法だと思うんですけども、操作そのもの、今を、まあ、これ縮略と呼んでるんですけども、その操作によってできたもののことも、その操作の名前そのもので呼ぶことがあります。だからこのための例を昨日考えてたのに今パッと思い出せないんですよね。何だったかな。
まあ、そういう例はよくあって、英語では。で、その今、使い方を日本語でもすると思ってください。まあ、ちょっとその、できたものを縮略と呼ぶっていうのは、なんかその操作とその操作の結果によってできたものを区別しない用法っていうのは、ちょっと日本語では不思議なんですけども、英語では割とあって、その英語の直訳でそのまま、このできたものを縮略と呼ぶこともあると思ってください。これは定義ですね、縮略の。で、縮略によって、そのマッチングどうするか。あ、その前に、すいません。それは後になります。すいません。で、もう一つ重要な概念。花っていうのがあります。で、これがちょっと、定義がややこしい。ですね。まず、花を定義するときには、マッチングがまずできます。で、このマッチングに関する花という言い方をします。先ほどですね、探索している間に、探索しているときに、奇兵路が見つかった、奇数帳の兵路が見つかったとかっていうことを言ったんですけども、まあ、気分としては、その探索の途中で見つかる奇数帳の兵路です。それを花と言います。で、もう少し、その、なんだろう、操作に依存しない、数学的な物体として定義する方法は、ここに書いてあるものです。で、何かというと、まず、花っていうのは、その M に関する、マッチングに関する花というのは、長さ 2K プラス1の経路です。まあ、K っていうのは、1以上の整数だと思ってください。K は1以上の整数だと思ってください。で、2K プラス1、だから奇数ですね。3以上の奇数の長さの経路。で、次の2つの条件を出すものと書いています。で、まず、M と K 個の辺をこの経路は共有します。今ですね、この下の例、この5頂点からなる長さ5の経路があるんですけども、この場合、ただこれ K は2になります。ですね、この花において。で、K は2なので、この花は M と2個の辺を共有しています。1個。2個ですね。1個辺を共有しています。いいですか？で、これは1個目の条件です。で、2個目の条件は何かっていうと、C の中で M に飽和されてない頂点があります。今、この C という経路を見ると、この左側の頂点ですね。これは C の中では M に飽和されてないです。この表現が難しいんですけど、C の中では、C の中で M に飽和されてないです。だから、この C の中では、飽和されてないに、かかってきます。そう、だから、この日本語難しいんですけども、難しいが、絶対わかんないというか、うまく書けなかったんですけども、だから今言葉で付け足すことによって、ま、ごまかしています。C の中で M に飽和されてないでしょうね。これですね。で、これと M に飽和されてない頂点。この場合、ここです。M に飽和されてないというのは、その M の辺と繋がってないということですね。で、その頂点を結ぶ偶数帳の交互度ですね。これ長さ2の交互度、黒、青ですね。が存在する。で、しかもその交互度はシード辺を使っちゃいけません。ただしとかで、これですね。シード辺使ってないですね。だから、で、そういうものが存在する。この偶数帳の交互度を書いてますけども、これの長さは0でもいいです。まあ、ゼロっていうのも、偶数だと見出してますし、偶数帳の道っていうのも道だと、長さゼロの道っていうのもあるというふうに見出してます。で、この場合、ここに書いてあるのが、これ花です。今の二つの条件を満たしてます。そうですね。で、別の例見ますけども、これも花ですね。ここは、これ K が1の場合ですね。K が1の場合なので、その奇数帳と言ってる長さ K、2K プラス1はこれ3になります。で、C の中で飽和されてない頂点と飽和されてない頂点を結ぶ偶数帳の交互度があると思います。ですか。でですね、ここに今、なんだこれは、奇数帳の経路があるんですけども、これは花ではありません。なんでかっていうと、これはですね、2番目の条件を満たしてないからです。今、この C の中で飽和されてない頂点、これあるんですけども、これと M に飽和されてない頂点を結ぶ偶数帳の交互度がないんです。M に飽和されてない頂点っていうのは、ここに1個、2個あるんですけども、上のところからこの、丸い頂点に行こうとしても、これは交互度なんだけども、これは偶数帳ではありません。で、下の方からこの丸い方に行こうと思うと、まあ、交互度で行こうとすると、黒、青、黒とかあるんですけども、これは奇数帳です。じゃあ、偶数帳にしようと思うと、例えば、
黒、青、黒、青。そうだ、こんな感じですね。そうするとこれ、1、2、3、4、5。これも偶数調になってないですね。すみません。偶数調でいいから、黒、青、黒、青、黒。こうですね。1、2、3、4、5。これ偶数調ですね。なんだけど、これは、C の辺使ってますから、これはダメと。だから、どう頑張っても、実はこれダメなんですけども、つまり、ここに書いている、オレンジ色の経路は、花ではないということになります。定義はいいでしょうか。まあ、定義を理解するのも重要なんですけども、定義はいいでしょうか。だから気分としては、花っていうのは、この、飽和されてない頂点から探索していって、その、黒、青、黒、青、黒、青、黒と進んでいったときに見つかった奇数調経路という、まあ、イメージですね。まあ、それを、定義として書いてみたと。見事になります。いいでしょうか。で、あれ？あった。で、花の縮約っていうのを考えるんですけども、今先ほどの例、これ花ですね。で、花を縮約するときには、まあ、それをこの一点にするんですけども、他の、飽和されてない頂点から、C の中で飽和されてない頂点に向かって、この偶数調の高度があるわけです。で、その長さが2以上の場合には、その偶数調の高度で、その花に入ってくる頂点っていう、辺っていうのは必ず青い辺になります。マッチングの辺になります。なんでかっていうと、初めの辺は必ず黒いから。そのスタートの頂点飽和されてませんから、初めの辺必ず黒くなります。だから黒、青で、この花に入っていくって形になっています。ので、そういう時には、で、他の辺ですね。この花に入ってくる他の辺ですね。この1個の青い辺以外の辺は、これ必ず黒いです。なぜかというと、この花において、この一番上の点、これは飽和されてないんですけども、この経路の中で。他の頂点が全部飽和されてるからです。青い辺で。だから、外から、入ってくる他の青い辺、この花の中で飽和されてない頂点に入ってくる青い辺以外には、この花に入ってくる辺というのは全部黒い辺になっています。ので、この青い辺の情報を必ずその花を縮約するときには保持することにします。で、これによってマッチングの情報を、保存します。で、今言ったことは一つ重要なことがあって、この花を縮約するときに、この花に入ってくる青い辺は多くても1個なので、花を縮約した後も、この青い辺は必ずマッチングになっています。だから、この花に向かって青い辺がこう複数入ってくるということはないということです。ですか。それがこの中ですね。だから、上のことはまずちゃんと読むと、花の縮約に伴って M も縮約します。で、その M も縮約した結果を M over G と書いていきます。で、その M over G は C が花であるときには必ず C を縮約したグラフのマッチングになっています。いいでしょうか。で、重要な性質は次のもので何かというと、M がマッチングでそれに関する話 C があったときに、M が G の最大マッチングだったら、この C を縮約したマッチング M は縮約した後のグラフの最大マッチングになります。下はどういう図かっていうと、今この、これ、左側が G だと思ってください。で、右側は C を縮約したグラフと思ってほしいんですけども、今、左のグラフには、M で飽和されてない頂点同士を結ぶ、オット、これは図が間違ってるな、しまったな。これは何を書きたかったのかっていうと、これ全然、書きたいものは書けてないですね。これはまずいな。これ書きたいものを書いたつもりが書きたいものは全然書けてないですね。すいません。じゃあ、これはじゃあイメージ図だと思って、今この青いのが、増加度だとしましょう。これ増加度じゃないんですけども、これ間違えましたね。増加度だとしましょう。だと仮定します。で、この増加度が、この花の頂点や花の辺を一つも通ってない
場合、その時には、この増加度っていうのは、この縮約したグラフにおいても増加度になっています。これ、物体の増加度じゃないんで、ちょっと例として悪いんですけども、増加度になっています。だから、何を言いたかったかっていうと、この青いマッチングに対して増加度が存在するので、今この青いマッチングは最大マッチングじゃありません。G によって。最大マッチングじゃないんだけども、その増加度が、この花を通ってない場合には、花を縮約した後でも、この青い道は増加度になっていて、つまり縮約した後のマッチングも最大マッチングじゃないということがわかります。で、逆に、この縮約した後のグラフにおけるマッチングに対して増加度があって、それが花を通ってない場合には、それを元に戻したグラフにおいても、そのまま増加度になっています。つまり、G をにおいて C を縮約したグラフに増加度があるならば、つまりそのマッチングが最大マッチングじゃないんだったら、元のグラフにおける青も最大マッチングじゃないということが言えます。これは、この増加度がですね、花に関わってない場合の話です。で、花に関わっている場合はちょっともう少しややこしいんだけども、同じようなことが言えます。ということを今から説明していきます。ここまでいいですか？まあ、じゃあ、今言ったことを、ちょっともう少し言葉とか、言葉で書く、あ、ですって、言葉で書かないですね。いいですか。で、この増加度が、この花に関わっている場合ですね。花を通っている場合。黒、青、黒、青、黒、青。これは今度は確かに増加度ですね。で、その場合は、縮約した後も、これ増加度になっています。なんでかっていうと、この先ほど言った通り、この花に入っていくときの辺は、これ必ず黒い辺になります。黒い辺になります。で、出てくるときの辺は、これ青い辺なんですけども、これ青い辺は1個しかなかったわけですね。ですか。だから、この縮約した後、どのように黒い辺に入っていったとしても、この出てくる青い辺ってのはこれ決まってるわけです。元のこの、どの青い辺に対応するのかこれ決まってます。ので、その、花に黒で入って青で出ていくっていう構造は縮約した後も保たれるわけです。つまり、元のグラフにおいて、増加度があれば、縮約した後も増加度があるということがわかります。一方で、その、縮約した後のグラフに増加度があって、それがこの縮約した頂点を通っている場合、それは元に戻すときにうまく、この花の中で青い辺を使って辿っていけるということが言えます。なんでかというと、先ほど言った通り、青い辺でこの、縮約した頂点に入っていく方法は1個しかないわけです。で、それを花の中で、見てあげたときに、その入り方は1通りしかないってことは、その、マッチの性質からわかるわけですね。で、入っていったらどうするかっていうと、出ていく辺に対応する辺はどこかにあるんですけども、それに向かって、この奇数調の経路を左回りをするか、右回りをするかによって、どちらかによって、ちゃんと黒、青、黒、青の順番で辿れるということがわかります。実際に、まあ、奇数調の経路。1、2、3、4、5、6、7頂点あったとして、まあ、例えばこの青い辺、これ今青。青とかやって今書こうとしちゃったから、ちゃんと色つけると。今、例えばですね、この中、青い辺でここに入っているとしますね。で、そうすると、この花の中では、この例の場合は、この3つ青い辺がもともとあるということが花の定義からわかります。ですか。だから、例えば、その黒い辺が、なんか、ここについてる。で、この辺に沿って増加度を作りたいと思ったらどうするかっていうと、青い辺でこの花に入ってくるんですけども、この場合は左回りですね。黒、青と行けば、黒ってことで出ていけるってことがわかります。で、これは、どこに入っていてもそうなるってことがわかっていて、例えば、ここにこう、来ていたら、どのように辿っていけばいいかっていうと、まあ、この青でこの花に入っていくんだけども、右回りすると、黒になってしまうので、良くないんですね。でも一方で、この経路の長さが花においては奇数だから、それがダメだった場合には左回りにすると、青、黒、必ず辿れるということが奇数調だからわかります。だからその、
右回りで回るか左回りで回るか、どちらかの回り方によって必ず浄化道が作れるということがわかります。という形で、右側の方で浄化道があれば、左側でも浄化道を作れるということがわかるということで、この性質が正しいということが言えます。今言ったことを文章にすれば、証明になります。雰囲気はよろしいでしょうか？まあ、ちゃんと証明してないんですけども、まあ、雰囲気ですね。だから実際は、この花があったら、縮約して、その縮約したグラフで最大マッチング見つければよいってことになるんだけども、そうですね。そうなりますね。まあ、ちょっと今、間違ったことをちょっと言ったので、今のは半分取り消しなんですけども、半分当たってるんで、まあ、そういう雰囲気になります。雰囲気はそうなります。で、これをアルゴリズムにしていくって感じです。一応言葉書いてあったな。なるほど。で、今のアイデアを実際にアルゴリズムとして動かすってことをやっていきます。で、今からですね、80ページぐらいの動作例があって、もうこれ作るのにほぼ1日かかってるんですけども、ですね、それを今から紹介していきます。で、まあ大体それが理解できれば OK という感じになります。で、基本的な考え方をまず言います。で、これは2部グラフの時と同じなんですけども、常にマッチングを1個保持しておきます。保持しています。で、何をするかっていうと、そのマッチングに関する花か浄化度を見つけようと頑張ります。で、探索をします。で、花が見つかったらどうするかっていうと、その花を縮約するということをします。で、繰り返します。で、浄化道が見つかったらどうするかっていうと、その浄化道がその花を通っているかもしれないので、その花の縮約を全部解除します。で、解除して、元のグラフにおける浄化道を見つけます。で、その浄化道に沿って、マッチングを大きくして、繰り返すということをします。で、これ繰り返すじゃないですね。繰り返す。で、どっちもない場合、花も見つからなかったし、浄化度も見つからないっていう時に、実はその時に見つかっているマッチングが最大マッチングです。で、なんでそうなのかってことは、先ほどのベルジュタットの公式を使って保証します。だからその右辺にあった U っていうものを見つけるってことをします。じゃあ、例やっていきますね。今、このグラフ、これ2部グラフないグラフですけども、これを使ってやっていきます。やっていくっていうのは、アルゴリズムの動きをこれを使って説明します。アルゴリズムを説明していないのに。まあ、例でやった方が分かりやすいと思うんで、例で言いますね。で、初めにやるのは何かっていうと、まず、このグラフによって、で、今そのマッチングを保持しているんですけども、マッチングとしてはこれ空集合から始めると思ってください。空集合のマッチングですね。空集合から始めると思ってください。で、まず初めにやるのは何かっていうと、このマッチングに飽和されてない頂点を全部見つけていきます。この場合、空集合ですかね、マッチングは。マッチング空集合ですから、すべての頂点が飽和されていません。で、飽和されない頂点から、とりあえず1個、どれでもいいから選んでいきます。これですね、まず。あ、書いちゃった。選んできました。選んできました。で、そこから探索を始めます。増加度の探索、あるいは花の探索を始めます。で、そのためには、この今選んだ頂点から1個でいける頂点をまず見ます。例えばここですね。一歩でいける焦点、見ます。で、そうすると、一歩行った頂点、これも、飽和されてない頂点なので、ここで長さ1の増加度が見つかったことになります。見つかったので増加させます。で、これ、その増加してさせた分、ここ青くなりました。マッチングに含めました。マッチングアップしました。で、これで、まあ、1ターン終了。1ターンって言ってたけど、1ターン終了です。で、また初めに戻って、やっていきます。で、何をするかっていうと、まず、マッチングに放射されない頂点を見つけます。今、2つの頂点、マッチングで放射されましたから、まあ、2つ、マッチングに放射されてない頂点の数が減りました。で、この中から1個選びます。どれでもいいです。例えば、これ選んだとします。で、そこから一歩で行けるところを選びます。で、選んだら、今一歩で選んだところが、すでに飽和されている頂点なので、飽和されている頂点の場合には、その飽和に関わっているマッチングの辺が、この進んだ頂点に接続しているはずです。この青い辺ですね。で、そうしたら、その青い辺で行ける先まで進みます。で、そこにマークします。そこマークしておきます。で、次の探索はここから始めるんですけども、その前に、今、この探索はですね、幅優先探索で行っている
まあ、つまりどういう意味かっていうと、この赤い頂点から探索をスタートするんですけども、赤い頂点からまず一歩できるところには全部行きます。で、今、上の方に行って、行けるところまで行ったので、次は、行けるところまで行ったので、上の方に一歩行ったので、次は別のところに一歩できます。で、ここですね。一歩できます。で、そうすると、この一歩で進んだところには、進んだところは、飽和されてない頂点なので、増加度が見つかったことになります。これですね。これ増加度ですね。増加度です。だからそれに沿って大きくします。で、マッチングの辺を一個増やします。いいでしょうか。で、これ繰り返すんですね。ちょっと、だるいんですけども、これもうやるしかない。やります。で、マッチングに飽和されてない頂点を全部選びます。で、その中一個選びます。選びましたね。で、一歩で行けるところを進みますと、例えば、ここに右行きます、ね。そうすると、まだ飽和されてない頂点が見つかったので、増加度が見つかって、マッチングを大きくします。大きくしました。今、6個の頂点が飽和されてます。マッチングで。で、また、マッチングの辺で飽和されてない頂点を見つけまして、1個選びます。選びました。で、ここから一歩で進めるところに行きます。進みました。そしたら今度また、これは、飽和されている頂点なので、飽和されている頂点に進んだ場合には、マッチングの辺を辿っていけるところを今マークします。ということになりました。で、今選んでいる頂点から進めるところまでありますから、進みます。一歩で進んでいるところに行きます。ここですね。そうするとまたこの進んだ先は、飽和されてますから、マッチングの辺を通って、次のところまで進むということにします。まだ赤い頂点から進めますから、一歩で進んだところに行きます。そうすると、飽和されてない頂点に進みますので、増加度が見つかったということになって、マッチングを大きくします。大きくしました。いいですか？こんな感じでやっていきます。今のところ花が出てこないので、ちょっとつまんないんですけども、こんな感じでやっていきます。で、今、マッチング飽和されてない頂点を全部見つけてきて、その中から1個適当に選びます。選びまして、ここから進めるところ、一歩で進めるところです。行きますと、まず、ここを選んだとしますね。一歩で。そうすると、その選んだ先は、飽和されてますから、青で進んだ先をまずマークします。で、赤から一歩で行けるところがありますから、一歩で進みます。でそうすると、ここでですね、先ほど見つけ、進んだ頂点と同じところに赤で行ったことになります。そうすると、ここでですね、頂点数3、長さ3の花が見つかりました。となります。花が見つかったんですね。これは頂点数3の花で、この、シールの中で飽和されてない頂点は、長さ0の、なんだっけ、増加度でたどり着けるという形になっているので、これを縮略します。花ですから、縮略します。で、縮略したのが右の図ですね。で、今が何するかっていうと、この縮略したところで探索します。で、また、この縮略したグラフにおいて、飽和されてない頂点を全部持ってきて、一つ頂点を選んで、そこから探索します。で、まあ、下の方を見ていくと、またこんな感じになって、上の方を見るとこんな感じになるとですね。で、そうすると、今、この選んだ頂点から探索できると、一歩できるところは全部終わったので、次は、今、進んだところから一歩できるところを見ます。で、例えば、下のところから見ると、一歩できるところ、進みました。で、そうすると、ここは、進んだ先は、飽和されていませんから、これで増加度見つかったということになります。この赤から赤、青、赤という増加度が縮略したグラフで見つかりました。ので、縮略しなかった前のグラフで、この増加度を辿ってあげると、こんな感じになります。この赤、青、赤っていうのは、この縮略前では赤、青、赤、青、赤になるということになりますね。で、この増加度に沿って大きくします。大きくするというのは赤と青を入れ替えると。で入れ替えた青の方を採用すると。こうなりますね。で、これで、まだ増加度に沿って大きくなりました。という形で、またこの状況からスタートします。飽和されてない頂点を選んで、そこから一個、どれでもいいから持ってきます。で、ここから探索します。で、一歩で進むと、増加度見つかったので大きくします。ですね。で、また、飽和されてない頂点を全部見てきて一個選びます。で、一歩で進むところを見ます。で、見たらまた増加度見つかったので、大きくします。大きくしました。また、飽和されてない頂点を全部見ます。で、一個選んできます。一個選んできて、一歩で行けるところを見ます。
そうすると今、増加度がまた見つかりました。ここで大きくします。で、次。交差点にちょっと今、2個しかありません。で、1個選んできて、下の方ですね、例えばね。1個選んできて、進めるところに進んでみますと。で、この場合は、行った先が、すでに保護されているので、青い辺で、行けるところに行きます。で、まだ一歩で行けるところもありますから、別の行き方してみると、ここで行くと、またこれ花が見つかったということになります。あ、花が見つかりましたね。よかったです。今、花見つかったのわかりましたか？いいですか？赤、青、赤で花見つかったということですね。なので、これを縮略します。縮略したのが右の図で、この右のところでまた、探索します。で、探索すると、交差点頂点が2つありまして、1つ選んで、今下の方を選んで、ここから探索します。こんな感じですね。こんな感じ。あ、そうか。で、こんな感じで、今、ここ見ると、またこの部分、進んでいくと、花が見つかるので、それを縮略します。縮略したのが、左に書いてあります。ですか。だから、左のグラフは今、二つ花を縮略した結果になっています。よろしいでしょうか。で、こんな感じでまた続けるんですけども、また、地面に飽和されてない頂点を選んで、そこから探索をしていきます。こんな感じですね。こんな感じで探索していきます。で、また、ここで花が見つかりました。右側、花見つかりました。ここで花、縮略します。で、こうなりました。で、同じことしますね。だんだん飽きてきましたね。飽和された頂点を選んで、そこから探索していって、こんな感じですね。で、今ですね、ここで、その、ここで、ここから一歩ですね、ところ、進むと、この経路ができたんですけども、この経路はこれ、偶数調の経路なので、その場合には、こう、そういうのは無視します。だから、この進み方、この赤い進み方、これはしません。偶数調の経路は無視すると。で、進まずにそのまま継続する。だから今、この頂点はもう、すべて、一歩で一度探索済みということになります。で、あとは、この真ん中のところ探索が終わったので、そこ探索すると、ここで花が見つかります。花見つかりますから、これを縮略します。縮略します。縮略しました。なんですね。で、また、飽和された頂点1個選んで探索していきます。そうか、これすぐやっちゃいましたね。探索していったんですけども、今、この赤い頂点から探索できるところをやっていくと、赤で青行って、赤で青に行って、で、ここから赤で青に行って、今ここまで来ているんですけども、ここから今この真ん中の頂点まで行ったら、どちらに進んでも偶数調の経路しかできないので、ここで、探索終了します。この赤から始まった探索終了します。で、上の方もこの青まで進んだんだけども、ここから一歩で行っても、これ偶数調の経路しかできませんから、ここでも探索終了します。つまりですね、下の緑色の頂点、交差点の頂点からスタートした探索、これ終了します。終了したら、もう一個、この選んでない頂点があるので、ここから、スタートします。で、そうすると、下を選ぶと、これもう探索済みなので、これは、やっぱり行きません。で、そうすると、こちら側に行って、青を進んで、ここに行くと、思いますね。で、そうすると、もう一歩ここで進むと、ここで花が見つかるんですね。花見つかりました。これが花ですね。この三頂点が今、花になっています。ので、それを一点に縮略して、繰り返すということをやります。よろしいでしょうか。で、また同じことをやって、ここから、探索すると、こうなって、上の方から探索すると、こうなると。あ、こうなるってなかった。こうなるんだけども、上の方から見ると、すべての頂点は、すでにこう、探索済みなので、上の方からスタートする探索は、これでまた終了になります。そうすると何が起こったかっていうと、この、飽和されてない頂点から探索をしていっても、花も増加度も見つからなかったということになります。そうすると、実は、ここに右側のグラフで見つかっているこの3つの変化になるマッチングっていうのが、この右側のグラフの最大マッチングになっているということが言えます。
で、なんで言えるのかというと、先ほどっていうか、今日の初めの方でやった、ベルジ・タットの公式における右辺の U というのを、ここから見つけられるんですね。で、どう見つけるかというと、こんな感じになります。何かというと、赤い辺で到達した頂点を集めます。何かというと、緑からスタートして、赤、青、赤、青っていうふうにこう辿ってるんですけども、赤で到達した頂点ですね。赤で到達した頂点。これも赤で到達した頂点。それを集めていきます。今これ3頂点です。で、これを U とします。で、そうすると何が起こるかっていうと、U を取り除いてできたのが、この左側のグラフです。今ですね、花を全部縮約して、見つかった花全部縮約して、この赤い頂点、これ取り除くと、残るのは必ず、こういうその孤立点の集まりになります。つまり、非成分がすべて1頂点からなるような形になっています。つまり、この場合、今、O を G-U っていうのが、これ5になっていると。わかりますね。で、U の要素数は、これ3です。だから、先ほどの言い方で言うと、不足分がこれ2なんですね。不足度が。これ、まあ、不足度が2になっているわけです。で、全体、このグラフの頂点数は、1、2、3、4、5、6、7、8。8ですから、8から2引いて、2で割ると3になって、確かに、この3つの辺から選ばれているというマッチングが最大マッチングであるというのがベルジュタットの公式から分かると。ベルジュタットの公式に書いておくと、最大、これ次のページあったかな？なかった。書くと、最大マッチングの辺の数っていうのは2分の1、マックス、V の要素数、マイナス、OG マイナス、U、プラス U の要素数ですね。こうですね。U は V の分子ごと。こうですね。もちろん今、このように作った、U が、この最大値を達成するわけではないんですけども、実際これ計算すると、左辺も3で右辺も3になるので、一致するということで、確かに、この得られたマッチングが最大マッチングだと分かるという仕組みになっています。今これはですね、この縮約したグラフにおいて U を言ってるんですけども、これを元に戻しましょう。で元に戻すと、まあ、初めに縮約したの、最後に縮約したのがここでしたから、それを戻すと、まあ、こんな感じになると。ですね。で、ここでも、この赤い頂点を取り除くとどうなるかっていうと、5個、非成分が出てきます。で、そのうちの4つは、この4つの頂点です。で、もう1個はこの潰した花です。縮約した花ですね。縮約した花に対応する3頂点が1つの非成分になります。ということで、この、左側の縮約を戻したグラフにおいても、非成分の数が U を取り除いた後で5つになるということが保たれます。縮約を戻しても、この U を取り除いた後の非成分の数は変わりません。これはもう1個戻しても変わりません。これですね。そうすると、先ほどの、その取り除いた時の1個の非成分というのが、この花に対応するということがわかります。で、どんどん戻していって、最終的に、これが、最終的にこういう形になるんですけども、この時にも、この、寄生分が、この赤いのを取り除いた後の寄生分は、この1個の花、2個目の花、3個、4個、で、この周りの花ですね。っていう5個になってるっていう、そういう、花を全部縮約したところで、孤立点になっていたものは縮約を戻すと、それは花になっているという形になっています。まあ、花か、もしくは孤立点になっているという形になっていて、この元のグラフでも、そのベルジュタットの公式に立っているということがわかるということになります。あ、何言ってるかというと、ベルジュタットの公式から、この、赤い辺、点の、と、この青い辺を考えると、青い辺の方が最大マッチになっているということが分かるということになります。これがアルゴリズムの流れです。早かったかもしれないですけど、どうでしょう？いいでしょうか？ちょっと私が疲れたので、2分ぐらい休憩していいでしょうか？で、じゃあ2分の休憩の時にもう一度ちょっと見直してもらって、まあ、どんな動きだったか理解してください。
で、休憩の後にこのアルゴリズムはどんな感じだったのかということの一般論を話をします。じゃあ2分休憩します。はい、それでは再開します。今、アルゴリズムの動きを例でやったんですけども、で、この後でちょっとイメージ図を出します。アルゴリズムの動きの。どういうイメージかというと、先ほど言った通り、その、マッチに飽和されていない頂点から探索をスタートするわけですね。まあ、今それ緑色で書いてます。で、まあ、そのうちの一つ選んで、そこから行ける頂点に行くんですけども、その緑色の頂点同士をまあ結ぶ辺があったら、それ自身が増加度ですよね。これは長さ1の増加度です。ので、そこに増加度見つかったということになります。で、そういうことがない場合には、まあ、こんな感じで、今選んだ頂点から一歩で行けるところに行くわけですね。で、一歩で行けるところは今緑じゃないので、そこには必ず青い辺が接続しているわけです。でそうしたらその青い辺をすぐ、地点にこう、すぐ、辿っちゃいます。で、辿ったら、その青い頂点で、今、青い辺で行けたところから、また探索をスタートして、そこから一歩で行けるところに行きます。で、一歩で行けるところが、この、一歩で行けるところ同士が点で結ばれているということが分かったら、それで、花が見つかります。この、青、黒、青、黒、黒って、この感じですね。で、花が見つかりますから、花が見つかったら、それは縮約して、また探索始めるということになりますね。じゃ花見つからなかったら、こういうふうに、その、今まで探索したところにこう戻るような辺が見つかること、これはもうあり得ます。でも、これが見つかったときには、これ、偶数調の経路しかこれ見つかってませんから、これ何もしないと。無視するということになります。で、この青の頂点、青でたどり着いた頂点から緑に行く変化にすることもあります。そうすると、これは赤、青、赤っていうふうな、道が見つかったことになるので、これは増加度が見つかったことになります。だから、その緑同士と結ぶような道が見つかったら、これは増加度です、必ず。でそうでなかったら、まあ、その緑と関わらないような、なんか、変しか見つからなくて、しかも元に戻らないような、ものさえ見つからなくて、またそこには、青が接続してますから、こんな感じで続いていくと。で、またこの辿り着いたところから探索を始めるということになります。で、また、そこでその先同士が結ばれていることがあったら、ここでまた花が見つかるということになって、これを縮約します。こんな感じですね。で、これ重要ですね。縮約でできた頂点は青い辺で辿り着いた頂点になります。
必ず。まあ、この緑色のところが、その主役でできた頂点になる可能性もありますけども、そうじゃない場合には必ず、青い辺でたどり着いた頂点しか主役でできた頂点はできません。ですか。で、ポイントですね。で、まあ、別のところからもこう広がっていくことがあるということですね。で、全体像はこんな感じになりました。例えば今、ここでこう探索が終わったら別の頂点からまた探索を始めていって、そういう探索が終わったら別の頂点から探索していって、また縮約が起こってまた探索すると。こんな感じになると。で、この、まあこれだから探索が終わった時の様子がこんな感じになるんだということですね。この探索で使ったこの赤と青い辺がこんな感じになっているということになります。で、こういうふうなところで、その、もう花も、増加度も見つかんないということになったら、先ほどと同じように、U という頂点集合をここで見つけるわけです。でどうやって見つけるかっていうと、この赤の辺でたどり着いた頂点ですね。ここを選んで、これを U とします。でそうすると、この作り方から、この青い辺の先ですね。先っていうか元ですね。元が、これが、ピンクの頂点なので、この青い辺の数とピンクの頂点の数、必ず一致します。ですか。で、このピンクの頂点のことを今これ、頂点の主要のことをこれ U と呼んで、青い辺のことを M と呼ぶと、青い辺の数見ますと、それはピンクの頂点と等しいので、ピンクの頂点数の2倍を 2分の1で割ったものとこれ等しいということになります。で、ここに書いてある U っていうのは、これはピンクの頂点ですね。これそのままですね。で、一方で、V-OG-U っていうのは何かっていうと、V っていうのは、ここに現れている頂点すべての数です。頂点すべての数ですね。で、この、ピンクを取り除いた後にできる非成分は何かっていうと、ここに書かれている一個一個の頂点そのものです。だから全ての規制分は、このアルゴリズムがストップしたときには、必ず孤立点になります。つまりこれは、なんだろう、ピンクの頂点の数というのが、ピンクの頂点の数というのが、全ての頂点から、この孤立点、その U を取り除いた後でできる孤立点の数、つまり G-U の規制分の数を引いたものと等しくなるということがわかるわけです。ですか。で、そうすると、ここに書いてある式っていうのは、今正しいことが分かるんだけども、これは取りも直さず、ベルジュタットの公式に書かれている式そのものなわけですね。つまり、このベルジュタットの公式に書かれている式が成り立つので、この得られた M というのは最大マッチに至るということが分かるという仕組みになっています。で、ここでは、この縮約、花を縮約しているんですけども、この縮約した後での最大マッチングというのは、縮約する前の最大マッチングと、対応するという話ありましたから、これでサイドマッチングに使ったということになるということになります。よろしいでしょうか。まあ、証明ちゃんとしてないんですけども、まあ、こういうイメージでアルゴリズムが動くということになります。で、まあ、実際にこれを動かしてあげると、次あるかな。書いてあげると、まあ、こんな感じになると。まあ、入力して、この向こうグラフとマッチングを入れて、先ほどの緑色の頂点がこの S です。M が飽和しない。G の頂点全体の集合を見つけて、S から G の頂点を幅寄せに探索します。その一歩できるところっていうのを順番に作っていくということですね。でその時に、M の辺に飽和されている頂点が見つかったら、その M の辺も一気に辿っちゃうということをするっていうのがここに書いてあります。で、増加度が見つかったら縮約を解除して増加させると。棚が見つかったら縮約すると。で、そうじゃなかったら縮約を解除して、M を出力するということで、アルゴリズムができるということになります。ちょっと細かいことは、このアルゴリズムに書いてませんけども、まあ、細かいことは先ほどの説明で補ったつもりでおります。で、これによって、全体はこれ多項式時間で動くってことは、多項式時間なのは割と簡単にわかるんですけども、もっと細かく計算量解析をすると、まあ、頂点数の4乗とか、頂点数の3乗とか、まあ、これ3乗するのは割と大変かもしれませんけども、頂点数4乗ぐらいで動くってことは割と簡単にわかります。つまり、
一般グラフの最大マッチングは多項式時間で見つけられるということが、この話からわかるということになります。雰囲気はよろしいでしょうか？細かいことはあんまり説明してないので、ちょっと雰囲気の話になっちゃってるんですけども、まあ、これをちゃんとやると、ちゃんとアルゴリズムになって、ちゃんと実装もできますし、ちゃんとして、実装できます。はい。いかがでしょうか？これで大体今日おしまいなんですけども、よろしいでしょうか？まあ、雰囲気の話になっちゃっているというのはちょっと確かなんですけども、あんまりこういう細かくやるとですね、今日、終わんないと思いましたし、細かくやりすぎるとまた余計わかんないと思ったので、まあ、雰囲気を伝えることを優先してやりました。重要なのは、花っていうのを見つけて縮約するということですね。はい。いいでしょうか。じゃあ、まとめをしまして、まとめはこれですね。今日はその、後半はこのアルゴリズムの話をして、花と縮約っていうのが重要な概念だったということですね。そうか、1個言ってなかったんですけども、このアルゴリズム見つかったのが60何年ですね。65年、1965年。だから本当にこれ、古い話で、その組み合わせ最適化とか離散最適化研究の初期には、この一般グラフの最大マッチングをどうやって見つけたらいいのかってことがよく分かってなかったんですけども、だからこの花を縮約するっていう考え方、これ非常に重要な考え方で、まあ、このエドモンズという人が考えた、見つけたわけですけども、まあ、これによってその組み合わせ最適化とかの理論が盛大に発展するきっかけになったわけですね。まあ、それまではですね、この、二部グラフの最大マッチングとか、まあ、それぐらいしか解けなかったんですよね。あんまり解けなかったんですけども、まあ、これでだいぶいろんな問題が解けるようになる。そういう、解くためのいろんな、戦略がですね、これでだいぶ増えたということになって、これ素晴らしい話だったんですけども、でもそれももう65年っていう、こう、すごく前の話で、まあ、だからこれ基礎的な話ではあるんですね。で、まあ、基礎的な話でもこんなに難しいっていうのは、まあ、ちょっと困っちゃうんですけども、まあ、そういう、学問分野なので仕方がないんですね。はい。で、それをやったんですけども、次回以降は何をするかっていうと、今まではその最大マッチングの話をしてたんですけども、次回以降は、費用があればですね、最小費用完全マッチング問題を解くって話に移ってきます。だから話がガラッと変わります。で、話がガラッと変わるので、ある意味で、今までの話は全然わかんなくて、もう今後の話わかる可能性があります。まあ、それはですね、非常に重要なポイントで、これからの話は、今までの話を割とブラックボックスとして使っていくという側面が大きくなります。大きくなるので、そういう意味では、今までの話をほぼ忘れてもいいです。ただ、一部忘れたりするところがあったりするんですけども、ほぼ忘れてもいいです。ほぼ忘れてもいいです。で、次回からは、その最小費用完全マッチングを解く話をするんですけども、そのために線形計画法を使いますので、線形計画法の復習をします。だから、まあ、復習と言ってる言い方をすると、まあ、一度学んだものをもう一度やり直すという感じになるかもしれませんけども、一応その皆さんが線形計画法のことを知らなくても分かるようにしようとは思っているので、まあ、そのつもりでやっていきます。でもし、線形計画法を勉強したことがあるとかっていう場合には、なんか、復習をするというつもりでやっていければいいなというふうに思います。なのでよろしくお願いします。はい。では、今日はこれで授業は終わりにします。